ない感じで横目でこんな風に思っているのかもしれないと。さあステージでは、はい、ここすごく涼しいですよね、ステージは、まだまだあの日陰のステージなんですけれども、それでは続きましてのステージはですね、ビッカからお越しのサイケデラックスの皆様です。それでは演奏をお楽しみください。カモンフラノー。
快な拍手ありがとうございます。イカ町から参りましたサイケデラックスと言います。よろしくお願いします。今日はこのライブにお声掛けくださいましてどうもありがとうございます。私たち3人で細々とバンドをやっておりまして、本当に細々とやっております、そうは言いつつ全国ツアーやっておりまして、はい、旭川を皮切りに旭川、ナイロ、ビフカ、ニップ、ようやくフラノまで来ました。札幌方面の方ぜひお声掛けしていただければ幸いでございます。メンバー紹介します。オンベース武田秀明メンバー武田デラックスと言ってください。こんにちは。オンドラムス木曽義久さん。エントレスキネと呼んでください。私はおめでとう。おじいちゃんになりました。結構邪魔だけど。先週おじいちゃんになりました。ジージ小林と言います。よろしくお願いします。そしたら時間もあれなんで行きますか。あと2曲あと2曲聴いてください。
日本新しいベース新しいベースおにゅーおにゅーあまりにも一式買ってくれる、そんなわけで私たちビヒカでいろいろ同じようなイベントやってまして、実は先週くぼちの音フェスっていうイベントをやりました。ちょっとそこに花とか出したんですけど、なんだろうなと思ったでしょ。くぼちとかみんなペコチとかね、ポコチとか言うんですけど、くぼちの音フェスっていうのが、先週ビヒカでやってましてですね、ありがとうございます。それも2時から8時の間、こういった形でアマチュアバンドを呼んでイベントやっておりますので、来年はぜひですね、機会があったらそちらの方にも足を運んでもらえればと思います。この他ですね、ビヒカではいろいろアコースティックのライブもいっぱいやってまして、ニップっていう場所があるんですけど、昔日本一の博士線が来てた、ところなんですけど、そこに廃線になった廃線を利用してですね、トロッコが走ってるんですけど、そこの、昔のホームでですね、プラットフォームライブっていうのをやっておりまして、いつだっけ、来週だっけ、19か、ありますんで、また9月にもあります、そちらもですね、トロッコの乗りがてら来ていただいて、ライブも聞いてもらえばいいかなと思います。その他18日にはですね、クラフトビール祭りっていうのがありまして、外国からクラフトビールを持ってきて、古い赤レンガの倉庫で飲むというイベントもありまして、ジャズライブとかもあります。そちらにも来ていただければと思います。それでは最後の曲になりますけども、最低デラックス、今日は見ていただきましてありがとうございました。スタンドという曲で終わりたいと思います。
人数